はい、どうも皆さん、バンサーということで、青ひげ海賊団の青ひげ船長でございます。皆さん、よろしくお願いいたします。はい、本日の動画は徳島戦のハイライトということで、試合を振り返っていこうと思います。前半にサムエル選手と梅崎選手のゴールで2点をリードしていたにもかかわらず、後半で追いつかれて同点。トリサポからすれば、何度目なん、毎試合失点おかしいんじゃんっていうぐらい悔しい結果となってしまいました。ではそんな徳島戦、1. 前半の内容はどうだったのか、 2. 後半に入り徳島が圧倒していた理由は、 3. 試合の評価、 4. 次節大分がやらないといけないこととは。この4つについて解説していこうと思います。ではまず最初に、前半の内容はどうだったのかということについて解説させていただきます。大分はこの日 3-4-2-1 のフォーメーション、ペレイラ選手、ネット選手、サムエル選手、梅崎選手がスタメンで起用。徳島は 4-1-2-3 のフォーメーション。いやー、前半はね、立ち上がりから見せてくれましたね。町田選手のボールダッシュから藤本選手がパスを出し、サムエル選手が得意の左足から左ゴールポストを叩いてのそのままのゴール。まあ、このシーンに関しては一度藤本選手が相手にボールを奪われるんですよね。ただすぐに町田選手がプレスをかけてボールを奪って、藤本選手、サムエル選手で打開した感じですね。でそれぞれの選手の良さが現れたシーンだったのかなと思います。そして2点目に関してはもうレジェンド梅崎司選手ですよ。町田選手のパスを胸トラップで空いたスペースに落として自ら打ってゴールを決めるというね、まあ、素晴らしいコントロール技術と、大分に所属していた時にセレッソ大阪戦やったかな、セレッソ大阪戦で決めたあのスーパーゴールを思い出させてくれるような、そんなゴールでした。ただここもその前のプレーですよね、増山選手の頑張りからの生んだゴール。いやここねマジで増山選手うまかったんですよね。倒されながらもマイボールにするってね、本当に身体能力の高い選手だなと、思いました。で徳島がボールを持つ時間もあった前半だったんですけど、まあ、前半の内容からすればですね、攻めるときは選手それぞれの良さがリンクして徳島を圧倒して、守るときはブロックを敷いて相手の攻撃を、シャットアウトしていたという感じですね。で1点目2点目はまあそれぞれの選手の良さをうまく表現して実現させたゴールという印象でしたし、まあ、個の力とチーム力がうまくマッチしてたのかなと思います。で守備に関しては大分は守るときは 5-4-1 でブロックを敷いて守る。で相手のどっちかのサイドバックにボールがいたときに、まあ、プレスをかけてボールを奪いに行く守備で、まあ、一番怖い真ん中をしっかりと消して、まあ、サイドに逃がしてたんですよね。でまあ仮にサイドに流れても、まあ、中はスペースもないし、まあ、真ん中へのパスコースもうまく消してラインを高く保って、まあ、安定した守備を見せてた印象でございます。でサイドチェンジした時は逆に今度は無理せず、まあ、中もブロックを敷いて対応し、まあ、徳島の攻撃を完全にシャットアウトしていた。で徳島はこの守りにかなり苦しんだはずですね。で前半の出来は正直今季で一番良かったんじゃないのかなと思います。もう少しボールポゼッション率を上げれば、まあ、もう少し楽に試合は運べたのかなとは思いますけどね。そして続きまして、後半に入り徳島が圧倒していた理由は、で徳島は後半開始早々に動いてきました。まあもう2点入れられてますからね。で徳島は2人の選手を交代してフォーメーションを4-4-2 に変えてきたんですよ。まあ、2失点している中で、まあ、超攻撃的な戦術に、変更しました。じゃあなぜ圧倒されたのか、理由としては3つあります。まず1つ目は馬券が選手の投入により最終ラインが下がってしまった。まあ、馬券が選手はフィジカルもシュートの威力もあるんで、まあ、自由にさせたくない選手ですよね。で大分はディフェンスラインをコントロールしきれなかったっていうのはね、1つの問題かなと。そして2つ目、前半左サイドを圧倒していた大分ですけど、後半から徳島にそこを修正されてエウシーニョ選手に自由にさせてもらえなかったのと、ヒョン選手との2人のサイドを対応しきれなかった。そして3つ目、相手の攻撃の圧力が大分を上回っていた。まあ、徳島は後半から 4-4-2 に変更してから、まあ、カウンターのリスクもある中で超攻撃的に来ました。でその前へのパワーを大分は押し返せなかったんですよね。で前半からポストプレーでチームを引っ張っていたサムエル選手の、まあ、交代で少しプランが崩れたっていうのもあります。で後半は中盤を徳島に自由にさせてしまっていたんで、まあ、大分はその中盤の安定を図るために
小林優輝選手を投入しました。でサイドはね、徳島は結構ガラ空きになってたんで、まあ、そこに足の速い井上選手、まあ、入れることによって、攻撃の活性化を図ったと。で、まあ、その後に小屋選手と、野村選手を投入したことで、まあ、中盤のバランスは良くなったんですけど、まあ、それでも押し返せなかった。で攻撃もパスミスが多くて、攻撃につながらない、まあ、全て受けに回っているような状態で得点の匂いもすることなく試合の笛が鳴ったという感じですね。まあ、前半の良さをね全て失ったような後半戦でした。続いて試合の評価についてでございます。まあ、僕個人的な評価からすれば良さと甘さが出た試合、まあ、前半は攻撃も守備も良かったのに、まあ、後半守りに入ってからは失点して上を見ることもなくほとんどの選手が下を向いていた印象かなと。で失点は仕方ないにしても前を見て3点目を取りに行くという姿勢が、見たかったというのが本音です。まあ、もちろんねその徳島の攻撃の圧っていうのはすごかったですよ。はい、まあ、すごかったんですけどそれを押し返す力がないとこの先さらに、まあ、同じような試合が続くかなとは思いますね。まあ、あとねこれ結構毎回言ってるんですけど、まあ、毎試合失点してるんでね、まあ、守備面の改善は急務になります。まあ、攻撃に関しては押し込まれてから自分たちの攻撃に持っていけないのは反省しなくてはならないのかなと。まあ、あと、まあ、井上選手は、クロスの練習をお願いします。はい、では最後に次節大分がやらないといけないこととは、まあ、次節岩手グルージャ盛岡戦、相手は20位のチームなんですけど、ただ簡単な相手ではないです。横浜 FC に3対0で勝つし、まあ、上位のチームに引き分けたり勝ったりしてるんで、まあ、いわゆる上位食いのチームなんですよ。で大分が次節しないといけないこととは、1つボールを保持する時間帯を増やすこと、2つ攻めるか守るかをはっきりさせること、3つ甘さを捨てて泥臭く戦う、この3つは絶対条件です。まあ、後半戦負けなしですけどほとんどが引き分けてます。勝ち点を落としてる試合も多いです。で我々が目指すべき場所はどこですか？ J2 の上位あたりですか？違いますよね。 J1 復帰、ただそれのみなんです。ここから巻き返していきましょう。次節ホーム、皆さんの声援をね力に変えましょうよ。ぜひ皆さんのお力をお貸しください。ということで今回はここまでにしたいと思います。皆さん最後までありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。またね。嫌じゃないよだけどな。